こんにちは、ゆかです。今日は私のお気に入りのお店、ケンブリッジアンティークマーケットをご紹介します。ここは地上4階のビル丸ごと一つがアンティークマーケットになっていて、小さなスペースにそれぞれ個人のオーナーがついていて、その個人のアンティークショップがたくさんあるというような感じになっています。この奥のカップがすごく気になるんですけど、足元にたくさん絵画が置かれていて、なかなか撮ることができません。店内はこんな感じに複雑に置かれているので、ちょっと子連れでは入りづらいです。カメラを置いて手を伸ばしてやっと撮ることができました。小さな古本を発見しました。私古本結構集めてるんですよね。プスインブーツ、長靴を履いた猫の古本を見つけました。結構ボロボロだったんですけど、絵が可愛かったです。なぜか JAL のヴィンテージの絵はがきが置かれてました。この本の持ち主と、その時の日付が書かれていました。1923年。アンティークであれば家具でも何でも売っているお店です。結構家具もリーズナブルだったりします。このアンティークなコンソールは159ドルでした。意外に安いですよね。店内は本当にこういう雑多な感じが続いています。自信がないからかな。もう何年も何年もこの状態なんだと思います。この見つけたアンティークブローチ、なんと5ドルでした。今動画編集をしていて、買っておけばよかったのになと後悔中です。もう一個上に行きます。チクとね、ここは3階にある私のお気に入りのコーナーです。今回は掘り出し物が見つかるんでしょうか。素敵なカップ&ソーサーを見つけました。一脚定価が80ドルで、この時は半額になるみたいだったんですけれども、どうしようか迷って買いませんでした。
商品を手に持って店内をうろうろしていたら、店員さんに買い物かごを渡されました。これであなたもっと買えるわよと言って去っていきました。気がついたら買い物かごがとんでもないことに。さすがにここからは自分を止めました。何も見ずにレジがある入り口に戻りました。やばいことになった。はい、今から今回買ったものを簡単に紹介していきます。まずはちっちゃい花瓶、小さい花瓶になります。ここがなんかニットっぽい百合の花があって可愛いです。今回の一番の大物がこのカップ。スイートバイオレットクイーンアン、イギリス製のものみたいです。あとはお得なカップのセット、これは中国製だけど、でもまあ可愛い、このクリスマスのカップがいいよですね。これがファイヤーキングのボールです。プスインブーツ、ね、長靴を履いた猫っていう絵本になってますね。で6ドルでした。ボロボロ。あとはこのトレー、一目惚れのトレー、いいよね。チューリップだね。満開になったチューリップとラナンキュラスだから、あ、結構春っぽい花かな。はい、でダダダダダダダーン。今回の合計金額を発表いたします。今回の合計金額はじゃじゃーん、83ドル94セントでした。なんかね、そう、日本より全然安いんですけど、ブースでもちょっとずつ割引してくれてたみたいです。はい、以上爆買いアンティークショップでした。撮影頑張りたいと思います。